手塚山ハンドカムしつけ動画、今日のテーマは子犬のトイレトレーニングについてです。よろしくお願いします。トイレのタイミングを知るっていう話をしたんですが、次は逆パターンですよね。トイレの失敗をしやすい場所だったり場合状況を知るっていうのも大事だと思います。最初に言った通り、もうトイレのしつけっていうのはしっかり環境を整えてワンちゃんが成功しやすい状況を作るっていう、まあその手、もうその一点あるのみなんですけれども、逆に失敗してしまうという場合には愛犬がどういうパターンで失敗をしているのかを見極めることが大切です。失敗するパターンとして多いのが、普段サークル内で過ごさせていた子犬を急に広いリビングに出した場合です。ワンちゃんがトイレを覚えるパターンとして、トイレをシーツの上ですると覚えている場合と、サークル内の環境や周りの景色や配置でトイレの場所を認識している子がいます。急に広い場所に出ると子犬からするとトイレの場所がわからなくなってしまうため、失敗しやすい状況を作ってしまっていることになります。他に失敗しやすいパターンとしては、ラグなど足触りのいい場所でしてしまう子も多いです。また隠れてできる場所でしてしまうワンちゃんも多いです。失敗を知れば、その失敗をしやすい状況を作らないようにすることで成功に導いていくことができます。そしてペットシーツの上でできたら徹底的に褒めるということを繰り返しましょう。トイレトレーニングで褒めることは重要だとお伝えしましたが、注意点として、叱ることはもう絶対にしないでください。叱ることにはデメリットしかありません。例えば叱られると何が正解かが愛犬がわからなくなってしまいます。飼い主様が場所を間違えたことを叱ったつもりでも、愛犬は飼い主様の前でトイレをすること自体がいけないのかと思ってしまうこともあります。失敗した場合には叱らず、大きなリアクションをしないようにさっさと片付けてあげましょう。飼い主様がトイレの片付けなどのお世話をする様子で愛情を感じるようなパピーちゃんもいますので、できれば片付けるシーンも見せないようにしましょう。成功率が上がってきたら次のステップです。トイレの上でトイレをすることに対してコマンド、号令をかけてあげてください。ワンちゃんがトイレをしようとしている瞬間に、ワンツーワンツーなど声をかぶせてあげてください。その声をかけながらトイレができたら、しっかり褒めたりご褒美をあげたりしてあげてください。繰り返すうちに号令をかぶせるとトイレをするというふうに導いていくこともできます。成功率をもっと上げるためにコマンドをつけることも取り入れていきましょう。今日のテーマは子犬のトイレトレーニングについてでした。次回もよろしくお願いします。